ようございます。ジョイキャンで、ケイキャンパー寝てみました。今日は何日、10月3日ですね。天井にカツク、はい、うん、くっついてるティッシュボックス。思ったよりこのダイソーのミニ扇風機と、ダイソーのこのライトが役に立ちました。窓ガラスに貼り付けた、これのおかげで外から見えなくなるのと若干の断熱効果があるので、の寒さを防げたのかもしれません。寝袋ですね。こんな感じで寝袋で寝てます。とりあえずすっきりとした目覚めです。T シャツと捨ててこなので、若干今日の気温だと肌寒い感じがします。夜中にトイレに行った時思ったのは、サンダル用意しておけばいいのかなと、この次は絶対サンダルを用意しようと思いました。以上です。